グアラニー語、または、グアラニー語、ワラニー語は、トゥピ語族に属する南アメリカ先住民の言語である。パラグアイではスペイン語と共に、公用語として用いられるほか、同国人口の88%がこれを介し、地方部では、住民の半数が、グアラニー語のみを母語としている。また、 パラグアイに限らず、アルゼンチンのメソポタミア地方やブラジル南西部など、近隣諸国の住民の間でも用いられており、ボリビアでは他の先住民言語と共に、公用語の一つとして、アルゼンチンのコリエンテス州ではスペイン語に次ぐ、第二公用語に指定されている。グアラニー語は、アメリカ先住民書語としては最も話者が多い言語の一つであり、 中でも唯一大きな比率で非戦住民の話者を要する。これは南北アメリカ大陸では興味深い例外である。というのは、グアラニー語を除くと、スペイン人とアメリカ先住民の根血であるメスティーソや文化的同化の進んだ上昇志向の強いアメリカ先住民の中では植民地言語への意向がほとんど全体に共通した。 文化及びアイデンティティの標識となっているからである。イエズス会の宣教師でテソロデラレンダ・ガラニーを表したアントニオ・ルイス・デモントーヤはグアラニー語について豊かで拡張高く最高の名声を受けるに匹敵すべき言語であると述べている。なお一般にグアラニー語といえばパラグアイの公用語を指すがこの言語はグアラニー諸語もしくは 方言連続体の一部であって、これらの言語群に属する姉妹語の過半も同じく、グアラニー語と呼ばれていることに留意されたい。イエズス会は、インディヘナに対する、ローマカトリックの布教を、グアラニー語で行い、イエズス会伝道書のような自治共同体でも、グアラニー語が用いられた。また、王子のパラグアイを支配していた諸々の独裁者が、国境を閉ざしてしまったために、 国内の文化や言語は守られる結果となった。こうして、グアラニー語は活力を保って生き延び、公用語の地位を得たのであった。一口に、グアラニー語といっても研究者は、様々な方言に分かれるとしている。例えば、まずロドリーグにより、形態論的、音韻論的な根拠からトゥピ・グアラニー語族下の7組の、言語群のうちの最初の組を、 以下のように分類した。またカウフマンは以下のような分類を唱えた。アイトゥピ・グアラニーゴ族、ルイス・エトールは、グアラニーゴと名のつく言語を以下の5種類に細分化している。なお、ここまででたびたび、パラグアイ・グアラニー語の解分類として見られるジョパラとは、スペイン語の要素が入り混じった、都市部で用いられる口語のグアラニー語である。グアラニー語が、 書き言葉として使われるようになったのは、比較的最近になってからのことである。今使われているグアラニーゴアルファベットは、基本的にラテン文字に準拠しつつ、二つのダイアクリティカルマークと六つの二重字を付け加えた文字体系となっている。聖書法は非常にオンソロン的であって、個々の文字はスペイン語と似たような音歌を持つ。 母音ジは Y を含め6字で、それぞれが A アクセント符号を伴って強制を示すが、これら強制のある文字素は無強制のものと同じ文字として扱われる。また、チルダも多くの文字と合わせて用いられている。例えば、N、N にチルダを付して、とすると、スペイン語と同様に、死刑オ音でなく、高校外オ音を表すものとして扱われ、またチルダ付きの母音ジは、 ポルトガル語のように、ビボインであることを示すことができる。グアラニー語アルファベットに、特有の表記として、チルダにより、ビオン化された、南高外心、G、G、すなわち、南高外ビオンであるところの G、G がある。これが、グアラニー語に導入されたのは20世紀半ばと、比較的、新しく、その仕様をめぐっては、論もある。またこの文字はユニコードでも、 正規合成済みとして扱われておらず、ダイアクリティカルマーク付き文字が十分にサポートされていないコンピュータやフォントを使用する際には、社食に手間がかかったり、コンピュータ上の表示が完全になされない恐れがある。グレコアーズスワレスでは言及されていない。同書の同ページにおける音素と綴り字の対応関係は、母音、詩ンを参照されたい。母音、A、E、I。 お U はスペイン語や IPA で用いられているものと、おおむね同じであるが、や、といったい音が割合頻繁に用いられる。Y の音下は非炎心中じた強母音、である。ここまでの六母音は、口母音とも呼ばれ、各口母音はそれぞれ対応する美母音を持つ。口母音と美母音の区別は、口述する、美音調和に関わってくる。シーンシーンは、以下の通りである。 カッコ内の表記は、基本的には、グレコアーズスワレスにおいて示されている、用いられる可能性のあるすべての綴り方である。指定が複雑なものである場合には、注釈を付した。と、と、と、V はそれぞれ相互分布を示す。また、J は方言により、D と発音されることもあり、正門閉鎖音は、母音間にのみ認められる。なお、 グレコアーズスワレスでは、帳表の他に、F、デルタ、L、R、L が見られる。歯茎フルエオン、R、全微音化と、NT と、死刑側面接近音、L は、グアラニー語固有の音下ではない。強制強制については、ビボインを含む語ではビボインに置かれる。ビボインがなければ、アクセントが付された音節に、それもなければ、最後の音節に置かれる。 グアラニー語の音説は母音のみ、または、子音母音から成り立っており、平音説や二重子音は存在しない。すなわち、部位として表される。グアラニー語は、世界でも数少ない、微音調和を持つ言語である。すべての単語は語換に、下記の音を一つでも含むか否かにより、微音と口音に分類される。そして特定の音素が、 ビオンである単語に現れる際には必ずビオン化したイオンが出現し、口音である単語にビオン化したイオンは現れず、ビオンとヒビオンであるイオンが共に現れる単語は存在しない。GM ミリバール N、ND ナン NT またビオン調和は、窃盗時や一定の全接置を選ぶ際にも影響を及ぼしている。例えば高知種であるポリエチレンやタワ それぞれビヨンである単語の後では、ミー、NDA に変化する。グアラニー語は極めて硬着的な言語であって、複統合語に分類されることもある。また流動 S の活角言語であり、ミレフスキの類型論に従えば、第六種に分類される。グアラニー語には、文法性と定不定を示す、節小字が存在しないが、単数を称をする定冠詞としてのら、 複数についてのロが、スペイン語の影響により使われるようになった。ただしこれらの語は、交互グアラニー語では見られるものの、純粋なグアラニー語では用いられない。ドライヤーは、グレコアーズスワレスから、屈折変化に、接頭時が関わる傾向と設備時が関わる傾向とでは、前者の方が圧倒的に強いと判断している。認証標識グアラニー語では、 他動詞や動きの見られる、自動詞の主語を共通の認証標識で表す一方、状態的な自動詞の主語と所有者はまた異なる、共通の認証標識体系で表す。ゴンザレスは前者を、前線のセット1、後者を、前線のセット2と呼んでいる。いずれの体系にも、一認証複数について、聞き手を含める方眼型と聞き手を含めない。 除外型との違いが見られる。この区別は代名詞とも共通するものである。また、グレコアーズスアレスは、目的語と称して、以下のような説字も紹介している。このうち、ローマイナスと PO 以外は、主語として示された説字にも、同型のものが見られるが、グレコアーズスアレスはあくまでも異なる体系として、扱っている。一方、 ローマイナスと PO マイナスはいずれも動作の受け手が2認証で動作主は1人称であるが、ジェンセンはこうした特徴を持つ再建中のトゥピグアラニーソゴの2種類の認証標識オロ、オポ、マイナスをセット4に分類している。ここまで挙げた認証標識の具体的な使用例については動詞などを参照されたい。代名詞一人称複数には 方眼型と除外型とがあり、この区別は戦術の認証標識とも共通するもので、ある。三認証複数の俳句位は、動詞の後にのみ現れる。また再起代名詞樹が用いられる。文例、動詞通常の活用具あらに語の動詞互換は、活用の仕方に応じて三種類に分類され、それぞれ動詞を活用した、際の一認証単数。 二人称単数の窃盗時から名前を取って、順にエアリアル、エアリアル、チェンドルと呼ばれている。なおエアリアル活用は、エアリアル活用の一種として扱われる。エアリアル活用は参与者が行為者に当たることを、チェンドル活用は非行為者に当たることを示すため、それぞれ用いられる。なお、他動詞はいずれの活用も行い得るが、 自動詞は通常エアリアル活用しか行わず、チェンドル活用を行う際には、習慣性がガニされる。名詞もまた活用を行うが、助術所有を表す際には、チェンドル活用も行う。なお動詞についても、語感が病か口音かによってわずかながら異なった、活用を行う。否定具アラニー語で否定を表す際には、接舟字 N。I が用いられる。 動詞の前に現れる N マイナスは、語感が口音に分類される場合は、ND、微音に分類される場合は N、N マイナスとした上で、さらに主語が二人称単数である場合には、E マイナスを、また一人称複数方眼形である場合には、A マイナスを N マイナスと動詞の間に挿入することによって、作られる。また、動詞の後に現れる I については、 動詞の語感が低愛で終わる場合に R、R マイナスが挿入されることを示す。否定表現は全時性で使うことができるが、未来、または非現実について述べる場合には、通常の時性マーカーがもに置き換わり、んージポぽも愛のような N も愛という表現になる。またこの他にも、アニ、H、何あり、ノーンバー、何がといった否定時による否定表現も存在する。 時生、愛限定式名コーチシ・グアラニー語は、名詞の後ろにーチ史を取る。グレコアーズスワレスにある、ーチ史の一覧を以下に示す。この中では、ポリエチレンの使用域が非常に広いとされている。通常、一音節のみのーチ史は、直前の名詞に複合され、二音節以上であれば分かち書きされる。 名句の語順パラグワイグアラニー語の口語について扱うグレコアーズスワレスによると名句は指示詞官指名詞名詞、限定的クオリティ同士唯一性を表す語高知識複数を表す語という順番となるが一つの名句に現れる限定語の数は最大でも語までしか確認されていない旨が述べられているまたさのきのうち数詞とキラ ハイクイはいずれか一方のみが現れる、ともされている。フシゴジュン、ルイスエトールは、パラグアイグアラニーゴについて、類型の欄に、スボと記している。パラグアイグアラニーゴの口語について扱うグレコアーズ、アンドスワレスによると、語順は、基本的には自由であるが、以下に述べることは、 印象主義者的な評価に基づく概算に過ぎないことと理解されるべきであるという断りを添えつつ、主語動詞間接目的語目的語、副詞的限定詞の順が最も頻度が高いとしている。ドライヤーは、同ページの記述から、グアラニー語において優勢な語順はスボであるとする、判断を下している。グアラニー語からは、動物の名称を中心に、 若干の単語がポルトガル語を経由して英語へと取り込まれた。例えばジャガーは、ジャグアレティに、ピラニアは、ピラーニャにそれぞれ由来している。またアグーチは、アクチオ、バクの英名、テーパーは、タピラオ、アサイーは、イエッサイを語源としており、パラグアイやウルグアイは国名そのものが、グアラニー語である。ただし、これらは、姉妹語のトゥピ語に由来する、可能性もある。なお、 ニャンデバ語については、タピエテ語の別名の一つともされている。詳しくは、タピエテ語名称を参照されたい。グレコアーズスワレスではまず音素、K について1、A、O、U の前で、C、E、I、E の前では、K と綴られるか、あるいはに常に K と綴られるかの二通りであるとされている。また、これとは別に、K、 という音素が設定されており、その綴り方は、CU か空の二通りが示されている。グレコアーズスワレスでは、基本的に、ビボインの前では M、強制のある日ビボインの前ではミリバールとなると、されている。また、強制のない日ビボインの前の場合、いずれの表記も、見られるが、ミリバールと書かれる傾向の方が強い、ともしている。グレコアーズスワレスでは、 基本的に、ビボインの前では N、強制のある日ビボインの前では ND となるとされている。また、強制のない日ビボインの前の場合、いずれの表記も見られるが、ND と書かれる傾向の方が強い、ともしている。J に対する注目参照。グレコアーズスワレスでは、と、という音素が見られ、それぞれ何、なという綴りが当てられている。 グレコアーズスワレスでは、個々の音素としては扱われていない。グレコアーズスワレスには見られない。グレコアーズスワレスには CH または X と綴られるが見られる。グレコアーズスワレスでは見られず、代わりに X、X が見られる。グレコアーズスワレスでは V、に v B の表記が当てられている。グレコアーズスワレスでは Y という音素が見られるが、これはビボインの前では、となり、それ以外の場合には、y となるとされ、j という綴りが当てられる場合もあるとされている。グレコアーズスワレスでは、ガンマとガンマという音素が見られ、それぞれ g、グという綴りが当てられている。一方、グレコアーズスワレスには、このような制限については特に記されておらず、 ご当に現れる場合には表記されないとの胸が記されている。ゴンザレスやギディ・メンズバンデア・ハルストではビボイニアアクセント記号のことについては特に触れることなく単に最後の音説に置かれるとしている。またゴンザレスは同時に彼女が主題としているタピエテ語のほかシリオの語やアバグワラニー語といった。 同系統の言語はいずれも最後から2番目の音説に強制があるものとしている。ゴンザレスはジェンセンがいわゆるトゥピグアラニー語族の言語における認証標識を4組に分けたとしている。A.B. グレコワーズスワレスは一切用いていない表現であるが、それぞれの説字に反映されている二者の関係が分かりやすくなることを期し、便宜上を用いることとする。一方、 タピエテ語についてはゴンザレスにおいて SOV 型であると明言されている。以下は、英語版記事からの翻訳に伴って日本語版記事に移入された転居であり、日本語版編集者が直接参考としたか否かの保証は存在しないという点に留意されたい。ありがとうございます。